子供の城は東京渋谷の青山通り沿いにあった児童の健全な育成を目的として建設された施設である。正式名称は国立総合児童センター。厚生省によって1985年11月1日に開館。子供の城の経営や児童手当制度の充実、発展に協力することを目的として発足した。 財団法人日本児童手当協会が運営していた。所在地は東京都渋谷区神宮前5丁目。子供の期1979年国際児童年を記念して厚生省が構想を作成。1985年に新生児から高校生までの子供たちの福祉と文化活動の拠点を目指し開館した。幼稚費を含め総工費は323億円。 子供の城が立つ青山通り沿いには、1986年頃まで4階建ての都営青葉町アパートがあり、都電青山車庫に隣接していた。都電廃止後、同車庫は飛ばす車庫として使用され、再開発によって、子供の城や国連大学が建設された。正面には、岡本太郎作のシンボルモニュメント、子供の木を設置。館内には2つの劇場やホテル。 小児科クリニックのほか、体育室やプール、造形スタジオ、音楽ロビーがあった。またキャンプイベントなども盛んに取材。さらに、各地の児童館や保育所に約3500もの遊びのプログラムを提供していた。2012年9月所管する厚生労働省が空調や電源設備の更新のほか耐震補強など改修を行う場合、 120億円の費用が必要と試算。加えて民間のテーマパークができるなど遊びも多様化していること。さらには自治体における自動館の整備も進んだとして閉館を発表。2015年2月1日閉館し、同年3月末で全事業が終了した。劇場やホテルの宿泊者を含め30年間の開館中には2800万兆の人々が利用した。 2016年1月当時の増添ズ一都知事が、跡地の国有地を約370億円で購入し、老朽化した都立広尾病院を移転新築し、首都災害医療センターを整備する方針を表明した。しかし、東京都医師会が決定過程が不透明として移転に反対した。2017年7月、小池ゆり子が都知事に当選後、計画は撤回され、 疲労病院は現在地で建て替えられることになった。2018年9月と議会代表質問において、小池知事は子供の城について誰もが利用できる施設へとリノベーションして、都民の学習やスポーツなどの場となる複合拠点を創出していきたいと答弁。建物と土地の早期取得に向け、所有者である国と協議を進める方針を示した。2018年11月とが、 9、子供の城の土地と建物を国から買い取るため、2019度予算案に約610億円を計上する方針を固めたことが分かった。都は跡地を2020年東京オリンピックパラリンピックでボランティアの拠点として活用した後に100億円以上かけて本格的に改修し、複合型施設にリノベーションする方針である。2019年2月とは、 施設内の青山劇場と青山園系劇場を改修し、既存施設の活用を検討。地元の渋谷区や都議会の意見を踏まえ、子供向けの施設も活用する方針で、改修費に数十億円を見込む。都の基本的な活用方針は、子供のための機能を盛り込み、プレイホールの活用、青山劇場を改修して、多目的ホールに、 高齢者や障害者も利用できるスポーツ施設、女性の企業支援施設などを検討する。2029年以降の計画では、隣接する国連大学の用地も含め、周囲のとあり地を含めた約4.5ヘクタールの用地の一体的な整備を考える。2019年9月10日付で、とは国と売買交渉を続けてきた旧国立児童館子供の城について、 525億円で買い取る、契約を結んだ。都では2019年度当初予算に購入費など609億円を計上していたが、不動産鑑定を受け、契約金額を見直した。なお、旧、子供の城は、都民の城に解消。館長には、小木直樹が就任の予定。11月22日、都は、都民の城としての改修基本計画の、 中間概要を発表した。ありがとうございます。